はい、映画です、今回はね、もう開けてますけど、キャノンさんから荷物がやっと来ました。おそらくね、8月のね、前半で注文して、予定が4ヶ月納期かなんかでね、12月届く予定やったんですけど、ちょっと前倒しになって、届きました。で、今回は、EOS R3 の方はね、持ってる方は、やっぱりなっていうことなんですけども、まずはね、シューカバー。防水タイプの防水っていうか防滴だね、のシューカバー、これ3つ買いました。それともうついでなのでアイカップね、これも買いました。これ3つね、はい、予備で買いました。でこの2つは本当に使ってて、これはもう多分ね絶対経験するんじゃないかなっていうぐらい外れます。でこれは偶然なることが多いかもわからないですね。私2回、取れてて、カバンの下に落ちてましたね。はい。あと、ここが弱いので、破けたりとかね、いうのもあるので、まあ、この2つは予備、持っといた方がいいと思います。私は3つをね、注文しました。でね、このシューカバーに関してはね、ちょうど鈴鹿八隊のね、予選だったかな、予選の時に、こう駐車場戻ったらなかったんですよ。うわやっぱりかとか思ってね、もうなぜ外れるかわからんぐらいすっぽり外れてて、で翌日行ったら落ちてたのよ。同じとこで撮ってるから、まあ、だからね 130R だけで撮るっていうのは正解だと思いながらね、でどうしようかな、土もついてるしどうしようかなとか思いながらね、まあいいかつけちゃえっていうつけて、次移動したらもうありませんでした。はい、っていうようなね、なぜもあってつけたらもうすぐなくなったんでね、つけなければよかったというのがこう苦い経験があります。でアイカップに関してはね、そう、いつもね店と自宅とこう R3 入れていくんですけども、自宅の方でパッとカメラ撮ろうと思ったらアイカップがないんだよ。アイカップがね、いやーと思って絶対落としてないと思って、ちょうどカメラバッグを開けたら、こうのけたら下にポコッと落ちてたというのがありました。でこれがね2回ぐらいあったんですよ。で1回、もう1個はなんか取れかけてっていうのがあって、結構ねここが長いんですよね、視線入力ので、それで引っかかりやすいんですよ。で今使ってる白馬やったっけ、リッチのでかいバッグもね、ちょうどこう後ろ当たるので、それで取れたのかなという感じがしてます。はい、意外と取れますね。はい、であとなんかこう引っ掛けてすぐ破れるとかいうね報告もあるみたいなんで、これほんと消耗品としては持っておいた方がいいと思うんですね。だから今大丈夫な人はもうほんと注文ね1個か2個、各ね、うちはもう3つ注文してねやってきました。まあ、3ヶ月弱ですね。はい、本当に EOS R3 あるあるです。この2つは取りやすいということで、いろんな方が YouTube なんかでもね、なくなったとかいうの、ね、でサードパーティーからね、ロングアイカップっていうのが出てるんですよ。あれは私も買ってます。ただあれ長すぎて、本当なんていうのかな、若干ね味方によって蹴られたりとかねいうのがあって、でもねあれは取りにくいねっていうのがありましたので、シューはねいろいろ出てますけど、このタイプとあれだね、 R7 とかいうやつも合うんですけど、当然防滴には対応してないのでね、防滴対応はこっちの方なんで、はい、ね、で今ねイージーカバーをつけてるので、まあおそらくこれつけてこのカバーでパッとこうなりますので、カバーでかぶさるので、まあもうなくすことっていうのはないと思うんです。これなくしたらもうどうしようもないんでね、それはないと思うので、まあまた予備をまた使うってことはないとは思うんですけどね。ただアイカップはもしかしたらっていうのね、まあ一応これ保管しておきたいと思います。でカバンに1個ね入れておいてね、これも早速使いたいと思います。はい、ということで EOS R3 用のアイカップね、予備用3つとシューカバー3つ1個使いますが、届きましたということで、納期が約3ヶ月弱。なんでやねん、半導体入ってんのか、部材、何レアなね、ホタル石じゃないですけどね、納期がかかるので予備を持っておいた方がいいと思います。以上です。